南作軍、田口村において1952年2月3日、日本共産党員が警官に暴行し、拳銃、警察手帳を奪った事件。田口村事件とも呼ばれる。田口村は当時、日本共産党員が軍内で最多であり、事件の数日前から村民とは思えない者の,の出入りが、目立ち秘密会議を開くとの情報があったため、警官が警戒していた。 午後10時30分、無頭下の自転車乗った男へ警官が職務質問をかけたところ、暗がりから数人の男が現れて、男に加勢して警官に男に暴行を加えた。その中の一人が現行犯逮捕された。さらにその30分後に、村内清川区を巡回する二人の警官が、数人の通行人を職務尋問しようとしたところ、いきなり鈍器のようなもので暴行を加えられ、 全治1ヶ月程度の怪我を負った。そして所持していた実弾6発の入った拳銃と警察手帳を強奪された。暴行を受けた4警官のうちの2人は重傷を負い、1人は眉間に骨膜に達するほどの劣傷を受け、1人は鼻や顎を強打されて血みどろになっていた。県警は重大事件とし、南佐久警察署内に特別捜査本部を設け、22名の 警官を派遣。また、周辺警察署からも警官を集め協力させた。事件直後に日本共産党員8名を逮捕した。事件は第二の白鳥事件として報じられた。ありがとうございます。